少なくともビットコインはその金を代替するものとしてはワークしてるんですよ。通貨としては全くワークしてないんだけど、国民国家のさっきの国民国家論と別に僕はすごく近いと思ってるんですけど、国民国家の首輝きを離れた初の通貨だと思ってるんですよ、はい、そうですね。でこれってある意味中央集権的なガーファムとは違うじゃないですか。完全にディーセントラライズされてるプラットフォーム、まあなんか仕組みの上で通貨が動いていて、はい、あんなのね、ちょっと間違ったら炎天とかになって誰か捕まってると思うんですけど、はい、あえて首謀者を隠してる、サトシ・ナカモトって架空の人物を わざと立てて誰も捕まらないような状態にして作って、それのバージョンアップの形 でその数兆円のキャピタルゲイン放置してトラブらずにここまで来てるってすごいですよね。そうだからあれはあえてそういう風にしてるんだと思いますよ。でもそこに今度はイーサリアムっていうそれをその拡張した、要は信用の中の通貨っていう概念だけだったビットコイン、これは実験成功したんで、じゃあそれ拡張して信用そのものをディーセントラライズしようみたいな仕組みはできたし、一応動いてるし、その上でいろんなアプリケーションが出てきてるが、それが完全にそのままディーセントラライズされて動くかっていうと、コスト的に多分なんていうのかな、こう言い訳に使われるっていうんですかね。だから僕もなんかそのガーファみたいな特定の企業とかビジネスモデルを駆逐するっていうよりは、むしろその国家とか自治体とかが持ってたような機能に代替するものっていう方が正しいんじゃないかと思ってて、その通りで結局その正しい情報が何かっていうのを確定して、それに基づいて契約とか法律みたいなルールをちゃんと実行していくっていうことで社会としての信用力を作っていくっていうのは、これどっちかというとその企業とか経済っていうよりはその国家政治の側が作り出してきたものじゃないですか。だからこれをその国家って暴力装置なしにできるような仕組みが作られたっていうことの方がずっと本質的な問題なのかなっていう気がしてて、うん。